神宮球場には大観衆が詰めかけています。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日も大勢の子どもたちが詰めかけているわけですが、選手たち、子どもたちに夢を与えてほしいですよね。そうですね、まあ、この中からね、また未来の選手が出てくるわけですから、いいプレーを期待したいですね。そうですよね、これぞプロというプレーを期待しましょう。3番バッター、丸。スワローズ連続安打でランナーを背負っています。ちょっと系統が裏目に出てる感じなんで、ベンチは考えた方がいいかもしれませんね。さあ、点差は離されたくないこの場面。打った、センター見上げるだけ、入った、ホームラン。丸、スリーランホームラン。スワローズ、その差を4点に広げられる重い一発となりました。真ん中に入ってしまったストレート、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。その差4点、大きくリードされました。そしてベンチではチームメートがこのポーズ、盛り上がっています。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあ、ただこういう負け方の方が気持ちの切り替えはしやすいのかもしれません。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったジャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。